でもないと思います。うるさまじこの人。どうもこんにちは、ナイスガイスガイです。カラです。佐々木です。カメラです。交点しか見えなくなっちゃった。あー困る。交点ってのは普通見えないんです。お、ユークリッドもそう言っております。交点とは部分を持たないもの。あの交点を中心とする半径が小さい円しか見えなくなっちゃった。正確な言い方。例によってね、あの漢字が交点しか見えなくなっちゃった。例によって例によらない初発想の漢字クイズ今の。一旦見てもらいましょう。はい、こちらです。あ、はい、あれじゃん、あの田んぼの田。あー、はい、田園調布の田。よし。このように交点2つの線が交わる点だけ、うん、あの残ってます。自分の角の中で折り曲がっていたとしても、まあ線としては2本だなと思って交点だと。なるほど、ね、思っております。2種類の線が混じってたらいいのね。でも俺ちょっと結果を見つけた。はい、これは申し込むの申すもこれになる。確かに。ああ、確かに。これはバランスが違うじゃん。そこまでやばいよ。縦の方が狭くなってるだろうってこと。今回ポイントはユーゴシックライトです。ああ、ああなの。一番いい。何が？見やすい見やすい。今回は全部で5問あります。間違えたら誰かが間違えるまでお休み。はいはい、はい、それでは1問目参ります。ドン。何それ。うまっ。あ、うわーすごい、すごい、チャキーン。早い。うわ、確かに。うわ、目だと思ってた。目、あ、目だと思ってた。目があると思ってた。目だと思ってた。僕はね、すごっ、漢字名前に入ってるので。確かに、春季の春ね。はい、もう毎日のように書いてる。すごい見覚えある漢字がしたんです。うわー、そう。え、交点で見てんの。うん、見てる。やっぱね、微分不可能な点とか得意点とかその気になる。大事だから、大事だから。ということで、端っこがいっぱいありましたが、交点としてはこんな感じで。うわー、なるほど。羽も出るんだね。いますね。そうね、確かにね。このフォントだと出た。逆にこの足の部分がね、ないね。どことも交わってないからってことか。なるほど。この調子であと4問頑張って。よし、あ、でもそれに勝てますね。では、うわ、やばいなこれは。それでは2問目です。3、2、1、ドン。おお。ね、あ、分かりそう分かりそう。海兵。おお、海兵。そんなん、え、すごっ。あ、海兵ってこれ。またすごい。門構えに見えない。まだ見えない。うわ、これ、これ門構えでしょ。最初にカブトガニに見えてたもん。よくここを見つけたね。2文字あったら大きい。やっぱ、あ、これブッシュだ。なるほど、同じ部分。なるほど、ブッシュが共通してるな。そう、同じパーツを持ってるってことは、そうそういう熟語なんだな。で、ブッシュ探そう。うん、門構え。うわ、すごい。すごい。え、これいけるんだ。あ、門構えの中にさ、この鳥居みたいな部分あるじゃん。はいはいはい。そんな上だっけって思わない。それはちょっと思う。確かに。鶴崎さん、お見事です。じゃあこの収録10分で終わる。それでは3問目です。よーい、スタート。あー、右だな。やばいな。あ、でもあれはあれじゃん。違うよ。あ、はいはいはい、あれはあれだ。いや、違うよ。そんな工程ある。何を持ってあれって言ってるのか全然わかんないよ、こっちから言ってると。え、なにこれ、なにこの Y 字。これってさ、なにこの変な形の漢字、こんなんないよ。こいつってこうだと思うんだけど。何？違うな。いや、違うな。誰がどこで迷ってるか言ってくれ。え、これ多分こうでしょ。3文字ドゥンドゥンドゥンでしょ。でも真ん中はあれなんだよ、多分。真ん中はあれなんだよ。あれ、え、真ん中わかんない。あ、違う違う違う。でも俺真ん中あれの言葉。違う違う違う、真ん中あれとかある。真ん中あれじゃないわ。真ん中あれだよ。なんだよ、真ん中あれって。ああ、真ん中あれだ。左はこういうのなんだ、多分こういうのなんだ。え、左わかんの。ああ、はい、え、三重県。すごい。よし。うお、県、三重県。県、あがたよ、あがた。県の国読み。10見た時点でこれは三重奏とかそういうのなんだな。1か2か3だろ。1重2重三重。三重。よく言ったね、そこで。これはもう三重県にしか見えませんね。この Y 編のこれとこれが分離してると思わないね。64で使うと思ったら82なんだ。そうじゃあ、甲子店の申し子。甲子店の申し子です。どうも。いや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 。
だ。現在が福谷さん1点、福倉ゼロ、鶴崎3点。いやー強い、マジで。いやー、高視点の魔術師、さすがに高視点の魔術師です、うん、どうも。最終問題ですね。よっしゃ、最終問題はこちらです。ドン。おお、多いね。多いな。なんだろうね、あれ。なにこれ、なんだろうね、あれ。点多すぎじゃない、この。多いね。なんか左下点が次に隣接ってない。そう、左下。何これ。あれ、太鼓の達人でめっちゃむずい譜面。どこどん。どどどどん。右上の字も相当多いな。右上でかくない？でかすぎだろ。でかいし上に寄ってるし左にも寄ってるな。右下のもすごい。右下なんかオリオン座じゃん。連星ができてる、連星が。インタカアルニラムアルニタクのとこある。二文字目考えよう。2文字目だよな。よく見ると上から2点目も変なところにあるし、伸びてるやつのちょっと上にあるんだよな。なんだこれ、こんな密集してる感じあるか。いや、2文字目の、あー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 なんで、なんで、うるさまじこの人。労働基準法。銅は分かったんですよ。働いてるなと思ったんですよ。銅分かった瞬間に、うわ、労働労働労働基準基準基準。いい、分かったのよ。あ、伸びないってことは重いよ。そう、重い力。あ、動くじゃなくて働くな。なるほどね。働くな。あ、その点そう使うのか。もう、あ、じゃあもうすごいピースがどんどん。もう。あーあ。気持ちいい。いや、あれ基本法とかかなと思って。で、方を見たんだけど、土とさ、ムーずらすかね。いや、一緒でしょ。違うと思っちゃったわ。本当による。本当によったな。ユーゴシックライトって最初に言われたら、これはもう本当言ってたのめっちゃ重要だった。重要だった。ユーゴだったらまあしょうがない。ユーゴだったらね。ユーゴって言われてるから。ユーゴだもんね。ということで、鶴崎さん4ポイント、菅井さん1ポイント、福良ゼロで鶴崎優勝。よっしゃ、圧勝だったね。よし、高点に強い。高点に強い。高点の案件お待ちしております。はい、ということで今回は高点漢字をやってまいりましたけれども、はい、本当の感覚を身につけましょうと、ね、明らかになりました。はい、ということで、チャンネル登録高評価、ちょっと女など、お待ちしております。それではさよなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。